ね。だからかっこいい黒もちをね、いつかみんなにね見てもらいたいなって思ってるんだけど怖がってるじゃん。怖がらないで優しいよはい、ということでね、続いて誕生日、誕生日さ、あのちょうどではないんだけど、昨日から4ヶ月後の5月19日、これボクシングの日なのよ。すごくない？ごめん、マイクにぶつかっちゃった前のめりだよ、前のめり、いつだってそう、だからやっぱね、クラムちゃん生まれながらにしてね、ちょっとパワーの系譜なのかなって思ってるんだけど、はい、そんな感じですね。昨日ね、同期のリカシーの話でちょっとあったんだけど、まあそれで言うとクラムチはあのボール投げっていうのかな、あの雨の日で体育館でね測定したんだけど、あの投げすぎ、肩が良すぎて測定不能になりましたそう、球技大好きなのでね、今度あのボールのね、ボールでどれぐらい強い音が出せるかっていうのも一回やってみたいなと思ってます。